ザ・シンフォニーホールは大阪府大阪市北区にある朝日放送創立30周年記念事業の一環として建設された日本初のクラシック音楽コンサート専用ホール。音響の面で国内外から高い評価を受けている。1982年の開館時より朝日放送が2012年9月下旬まで保有し2013年末まで運営してきたが 2014年に入ってからすぐ、大阪を拠点に、専門学校を、全国展開する、しげる系学園グループが立ち上げた、子会社、株式会社ザシンフォニーホールに完全移管、現在に至っている。本施設は、朝日放送開局30周年記念事業の一つ、して、1982年に、世界一美しい響きを目標に、満席時残響2秒となる、 先進音響技術を導入して、設計、建設された。日本初のクラシックコンサート専用ホールであり、1980年代、後半から全国に順次建設されていった、同類施設の先駆け的存在となっている。ホール内部はステージを囲むように四面に客席を、配するアリーナ形式のシューボックス型配置で、作られており、ステージ背面の客席の背後には、 パイプオルガンを備えている。このホールの結出した音響効果については、かつて指揮者のヘルベルト・フォンカラヤンも、1984年に、自らの主兵だったベルリンフィルを引き連れて、ここで来日公演を開いた際、ウィーン楽友協会大ホールに被験するほどの音響と絶賛している。 コケラ落としとして、朝日奈隆史式の大阪フィルハーモニー交響楽団によるワーグナー作曲、ニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲等の演奏が行われ、以降、現在に至るまで日本を代表するコンサートホールの一つとして、ベルリンフィルハーモニー還元楽団やウィーンフィルハーモニー還元楽団などの海外主要オーケストラやマウリツィオポリーニアヨーヨーマなどの 世界的に著名なアーティスト個人を呼び、団体の関西圏また西日本における来日公演会場として使われてきている。開館から2年後の1984年に第25回 BCS 賞を受賞したほか、2002年には企業メセナ協議会のメセナ大賞も受賞している。BCS 賞に関しては、かつて東ーホールと共に、 ABC センター内に立ち並んでいた ABC 本社社屋と大阪タワーも受賞している。音響を優先し座席数は1704席に抑えられている。座席配置は正面と左右両側面とを合わせて3層にわたっており、加えてステージ速報や後方にも座席が配置されるアリーナシアター形式となっている。ステージ背後の壁面には スイスのクーン社製パイプオルガンが設置されている。ホール内部には通信機能抑止装置も導入されており、これによって、携帯電話などの通信端末のホール内部での使用を抑制している。本施設の1階には、プレイガイドなどが設置されているほか、2階については、朝日放送からの完全移管に備えて、リニューアル工事を公園の合間を縫って実施してきた。 結果、一席も備えた T ラウンジのほか、新たにザ・シンフォニーショップと呼称された本施設ロゴ入りオリジナルグッズ群を販売するコーナーが設けられている。このうち1階に設けられているプレイガイドは本施設で模様される公園の入場者のみ立ち入り可能な区域に所在するため、公園当日の公園入場者以外及び公園の行われていない日に関しては、 本施設北側の楽屋構内に設置されているザ・シンフォニーチケットセンター窓口での購入を案内している。なお、3階以上がホール客席となっているが、一番下層階の座席を1階席、その上を2階席、3階席と呼び習わしている。このうち、ステージ速報にある2.3階席は、ステージ全体を見ることが困難な席が存在し、 特に3階の後ろの席は普通に着席した状態では、ステージの3分の1しか見ることができない席も存在し、最も安価なチケット用に充当されるのが通例である。ステージ後方の席は、普通に着席した状態では、ステージの最後方が見えないが、指揮者の表情がはっきり見え、ピアノ曲の場合は、ピアノ演奏者の手元がはっきり見える席も存在する。 ステージ全体が見えないため、還元楽曲や競争曲の場合は最高額のチケットには充当されないが、この席を好むファンも存在する。ABC ラジオで毎週日曜日の早朝に放送中。過去に、東ホールで開かれたコンサートの音源をダイジェスト形式で紹介している。2013年3月31日までは、五代目、カツラベダンをサムと、 各の傾向を案内役として毎週日曜日の7時15分7時55分に放送。東ホールをはじめ近隣にあった QABC センターの施設の設計、施行を手掛けた体制建設が長らくスポンサーについていた。各のは25年、米ー治サムは桂ツ米町を名乗っていた時期から22年半にわたって出演を続けたが、 2013年4月7日、放送文からリニューアルを実施。放送枠を毎週日曜日の7時5分7時35分に変更するとともに、クラシック音楽に造形の深いホリエ先生を案内役に起用したことから、番組タイトルをホリエ先生のザ・シンフォニー・ホール・アワーに改めた。また、当ホールの所有権が2012年9月28日付で、 朝日放送から学校法人、しげる系学園グループに譲渡されたことを受けて同グループの一社提供番組になった。なお、朝日放送が東ホールをザ・シンフォニーホールへ完全に移管した2014年1月以降も放送を続けている。ザ・シンフォニーホールは2017年10月改編から ABC ラジオで放送されている感度良好。中野良子ですでも、 生成スクラシックのスポンサーについている。前述の通り音響面を優先して座席数は1704席に抑えられているほか舞台上に大道具、衝動具類を揃えたりする必要のあるバレエやオペラの公演は使用上不可能となっている。ただし大道具、衝動具類を伴わない演奏会形式によるオペラ作品の上演は可能である。このため 国内外の著名な歌劇団やバレエ団が大阪において人員や衣装類、大衝動狂いなども伴って公演を行う際には大阪市中心部に所在するフェスティバルホールを選択している。フェスティバルホールが建て替え中の2009年から2013年4月初頭までは林県の兵庫県立芸術文化センターなどを使用していた。 このフェスティバルホールはまた、本施設と比べて、収容能力が大きい一方で、残響時間こそ、本施設と比べて、若干短いものの特性的に高く評価されていた、こともあって、前述の歌劇団、バレエ団のみならず、世界的にも著名なクラシック音楽、系統アーティスト個人あるいは、団体の中には、大阪における来日公演の会場として、本施設ではなく、 フェスティバルホールを選択するものも存在する。加えて、同じく大阪市内には本施設より一回り小さいものの、同じくクラシック音楽系コンサートに特化した作りがなされている泉ホールが存在するほか、最近では関西圏内においても京都市内に京都コンサートホール、兵庫県西宮市に兵庫県立芸術文化センターといった東ホールと、 同様にクラシック音楽系統コンサートに本格対応した文化施設が誕生してきている。ことに京都コンサートホールや兵庫県立芸術文化センターに関しては収容能力において本施設を上回っていることなどから関西圏における来日公演の会場として本施設ではなく戦術の京都と兵庫の両施設のうちのいずれかを使用する。 海外アーティストも現れてきている。本施設が移管される前の2004年12月22日、朝日放送は赤字縮小に向けてホール命名権の売却を視野に入れていることを明らかにした。主催公演では高い集客率で黒字であるものの、貸し間事業が赤字となっていることがその理由とされたが、なかなか実現に向けて踏み出せずにいた。そんな中、 その朝日放送が2012年3月29日、音楽やダンス、映像制作、医療などの専門学校を運営する、学校法人、しげる系学園グループ参加の株式会社、しげる喜びに、東ホールを譲渡することを発表した。これを受けて、しげる喜びは4月17日に運営し会社、株式会社ザ・シンフォニーホールを新たに設立。 当該市会社にホールを譲渡、運営させることとし、5月11日に、朝日放送との間で、譲渡契約を、締結、9月28日付で売却された。ただしその譲渡契約と同時に、賃貸借契約も交わされ、これにより、ホール自体は、2013年12月末日までの、期限付きながら、朝日放送が、 株式会社ザ・シンフォニーホールからホールを借用して、運営を継続するという、いわば上下分離方式により存続されることになっているため、上渡発表時点において、予定として、すでに組まれていた、公演等への影響はないと朝日放送側は、表明した。そして2013年いっぱいで本施設は、朝日放送から茂げる系学園グループの子会社、 ザ・シンフォニー・ホールに完全移管された。移管後の2014年1月5日、これを記念すべくシゲル系学園グループが、ザ・シンフォニー2014キックオフコンサートを開催、司会進行役として前述、ザ・シンフォニー・ホール・アワーの原パーソナリティである、ABC アナウンサー、ホリエ先生が登場し、本施設を譲り受けした、シゲル系学園グループの総長。 浮キ国彦など、グループ首脳陣が挨拶に立った。本施設売却に関して朝日放送は、帳簿価格23億4500万円に対し、譲渡価格は5億7900万円と大きく、下回ることになったことから、2012年3月期決算で18億2600万円の、減損処理を実行。これに対し茂る喜び側は、本施設について、 演奏家や音楽機材エンジニアの育成に活用したいとの考えを表明した。郵便番号531-0075大阪府大阪市北区大淀南に丁目3番3号。ありがとうございます。